この時間は2019明治安田生命 J2 リーグ第23節水戸ホーリーホック対 FC 琉球の一戦をお伝えしていきます。では両チームのメンバーをフォーメーションで確認しておきましょうか。まずは水戸です。続いてアウェー琉球のフォーメーションです。ゴールキーパー猪瀬はこれがデビュー戦になります。高卒ルーキーです。縦パスが入る。清水が抜けるシュート、こぼれ球、白井のシュートは枠を外しました。ナイスキーパーでしたし、はい、これあのスローインセットプレーからなんですよね。ボール奪ってからのこの攻守の切り替え非常に早いんで、今のワンタッチのこの平野のパス、はい、ここが良かったですし、また最後のねこのフィニッシュも良かった。落ち鈴木折り返しシュート、富所。この落ちのこのくさびをボックスの中でこれ鈴木に受けさせてるんで、はい、そのボールの移動中にくさび打ってる移動中にもうあのアクションを富所起こしてたと、この連動した動き非常にいいですね、はい、今度は高いボールがファーサイドヘッド、七のヘッド、そして黒川が胸で押し込んだんですね。ですね、はい、黒川が触ってたんですね、富所縦パスが入る。風間、富所がクロスを入れる、落ちのヘッド。いや琉球らしいじゃないですか、はい、このトライアングル作りながら全体がこうアクションを起こしていくとやっぱりこうフリーになって相手も動かせるんですよね。今度は右からのコーナーキックです。先制ゴールはコーナーキックから生まれました。高いボール中央に来た、ヘディングシュート突き刺しました。七高明参戦連発。いやもうこれドンピシャですね、はい、ファーポストにこれまずボールもまた平野もいいボール、キーパーから逃げてくるようなボールですけど、で外からのこのフリーのなり方がうまかったですよね。一旦下げます。インターセプト、落ちのシュート、松井のセーブ。細川のこのパスを引っ掛けられたんですけどね。いやナイスキーパーですね、はい、松井。風間のキック中央に来るヘディング、1点返しました。後半の早い時間帯に1点を返しました。これ鈴木が外に逃げて、最後はマスタニー。マスタニーですね。これニアとファーにこうやって散らばって、はい、でマスタニーはそのまま中央にいたんですけど、西岡がまた真ん中入ってきたんですよね。ここで小川光輝入ってきますね。ああ来ますね、まあ、小川光輝もどういうパフォーマンスしてくれるか楽しみですね。間で受けた清水、つながった福光、外側のサイドネットでした。福光の投入で白井がボランチに下がっています。つながるシュートに行く、小川光輝のシュートでした。が飛び出した時に、はい、福光がまあ、岡崎に邪魔をされたというところですが、うまい小川光輝、
水戸デビューで初ゴール。水戸に貴重な追加点をもたらしました。このボール、はい、見てください。これ普通横から入ってあまり自分に動きがないんで、本当あれだけ速いボールだとボールが前にこう弾んじゃうんですよ、はい、でもピタッとこう胸元に置いて、それで自分の懐の中に入れながらハーフボレーで打てる、この能力は非常に小川航基レベル高い選手ですよね。ドカボニフェンスの対応です。繋がった、本体ある小川、中に自分で入っていく、シュートが来る、枠を捉えきれませんでした。はい、どうも。岡崎が前線で待っていた、落としがうまくいきませんでした。キム・ソンスンのファールがあったところで長いホイッスルが鳴りました。試合が終わりました。水戸が3対1で勝利。